昨日の夜、このね、うさぎちゃんたちと同じサイズ感のタツを作ってみました。なんかこっちはね、目が近くてこっち目離れてるんですけど、両方可愛いです。これはね、今日持って大晦日か熊さんの実家とか私の実家に帰るので袋に入れます。今日はね、このあんちゃんセーターを着て年越しをしようと思います。編み物はね、すごい大量に持ったので、実家でもね、編むので荷物がすごいです。この子たちを連れてお家出発したいと思います。このルンルンにはお留守番しててもらいます。こんにちは。今日は実家で撮影をしているため、ここからはアフレコとなります。今日紹介するものはこちら。こちらはそうです、手編みのお店フースさんから販売されるフクフース福袋です。こちらフクフースは予約販売はもう終了しているんですけれど、明日の1月3日12時から通常販売がスタートするそうです。迷っていた方や、やっぱり気になるなっていう方のご参考になれば嬉しいなと思います。このフクフース丈の内容なんですけれど、今開封している毛糸がまず6つ入っています。で、その他にもフースさんのフォトブック
やお年玉スクラッチが入っていて、本当にとっても楽しい内容となっています。ではこれから系統を詳しく紹介していきます。まずはじめにフースさんオリジナル系統のイロハです。こちらは気になる方がたくさんいると思うんですけれど、初心者さんでも編みやすい糸ということでフースさんが作られたオリジナルの糸です。糸がリリアン状になっていて、コットン糸なんですけれど、糸割れがとってもしにくくておすすめの毛糸だそうです。続いてこちらは澤田糸さんのアモットです。これはインスタグラムでよく編んでいる方を見つけるので、初めて触れてよかったです。ウェアを編んでいる方やグラニースクエアを編んでいる方をよく見かけます。すごいスタンダードな糸なので、このまま編んでもいいですし、セットで入っているフーさんのファクトリー糸と引き揃えて編んでもとっても可愛いと思います。こちらは新作の高級糸ダディという糸です。すごくふわふわで、なんか鉄麦糸みたいな雰囲気があります。アルパカが 45% の糸で、とっても肌触りがいいです。こちらは福袋限定のファクトリー糸モアという糸です。とっても軽くて毛足がふわふわしていて、とっても可愛らしいです。私はこれで編みたいものがあるので、とっても楽しみです。こちらは一つ前のモアとちょっと似ているんですけれど、ティリアという糸です。で、前にも紹介したことがあるんですけど、ざっくり編みセーターを編んだり、小物にもとってもぴったりの少し光沢のあるふわふわな糸です。